見える開花メルマガこんにちはは一般社団法人 GP の村松大輔です今日はですす今日ねノーベル経済学賞さんの内容でですね、この論理と直感、人にこううまく説明できる力と、このあなんか思いついたとか、素晴らしいアイディアみたいなところが、同時に起こると、同時にできるっていうんですね、えー、それまで私はどっちか論理派の人と直感型の人と別々って思ってたんですが、そうではないと、同時に起こると。 そうすると、両方こう使えるようになると、一人ですごいこう能力を発揮できますと。その感覚をつかんでもらえれば、皆さんがどん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 こう素晴らしい自分自身をですね、えー、開いていけるかなと。その部分の話に入っていきます。では、画面の共有です。こちら、自分の脳みその中の素晴らしい回路、直感と論理は同時に進行するというところです。えー、ノーベル経済学賞ですね、えー、ダニエル・カーネマンの話です。 で直感派の人と論理派の人はもう別だと思ってたんですが別のようにも感じられるんですが実は、ですねこのいろんなたくさんの人に説明するとき直感型の人であちょっと待って、ね、今,今あのダウンロード降りてくる降りてくるなんて言ってあ来た来た来たひらめいたみたいな感じだとなんかちょっとやばいと変な人みたいな感じですと。でも逆に なんか、新しいアイディアとか、発明したいとか、新しいコンテンツを生み出すのは、一生懸命このね、市場調査してで、直感をなしにしてやれてても無理ですと。で、まさにこのゼロポイントフィールド側、発明を下ろす側っていうのは、直感側ですということですね。両方必要です。で、ダニエル・カーネマンさんの、えー、ですね、2002年ノーベル経済学賞受賞で、アメリカの方なんですけども、この方がですね、人間の脳っていうのは、 外からの刺激をなんか情報をもらったことに対して直感と論理の意思決定システムが同時に働きますとで。で、同時に働くんだけど出てくる処理が、処理速度が違うみたいなことをおっしゃってるんですね。それ読んだときに、ああ、なるほどなと思ったんですね。で、その部分の話に入ってきます。で、論理と直感ですね。論理、何かっていうと処理速度はいろいろ調べ上げると。 でね、この経済の相関係数がどうのこうのとか、えー、いうのをいろいろ調べ上げてデータ調べ上げてですね未来予測とか見るとで直感はもうピンとくるみたいなも自動的ですごい早いとピンとくるっていう感じですねで論理派の方はすごく学ばないと大学院でねこの MBA 取るとかそういうふうにしていろいろ資格を必要とかで直感派の方は努力いらないとすぐ降りてくるみたいな感じですね で社会に対してどういうことかっていうと、例えば論理派の方はデータとか、もう正解を必要とするとか、人に説得できるとか、競争していくとか、で直感派の方は意味を重要とすると、えー、前以前お話しした、えー、車のところですね、トヨタとか普通の乗用車と、BMW と、カウンタックじゃなくてフェラーリとかですね、その意味、感動を与えられるかと,とか、ストーリーとかですね。 共感、人に共感してもらうとか、共に作っていくっていう意味での競争ですね、共に作り上げていくっていう競争の部分で、が直感が必要ですよということなんですね。で、片っぽに偏りすぎてもあの、時と場合によっては必要だと、例えばね、この安倍総理みたいな国のトップの人が、あ直感がみたいな感じだと、それもおかしいけど、ちゃんと人にせ多くの人に説明できると、だけど判断は直感感覚も必要だと。 人に説明するときにこちらが必要なので皆さんが私直感型だでもこの論理も身につけたいとかそれは身につくってことなんですねで脳は両方同時に異なるスピードで意思決定すると直感と論理ですねで実際にちょっと画面共有を外しますが私自身も 子どもの頃結構直感だと思ったんですけどもだん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 もう理屈っぽくなってこうのうで周りはこうだからこう言われたからこうしなきゃいけないとかあの人がこう言ってるからっていう風にこにじゃあうまく伝わるにはどういう説明をすればいいかみたいにすごくこう左脳う型になってですね <laughs> で、えー、会社時代の時はですね、本当にこの言われた通りをこなすで,でうちの妻にですね、たいちゃんはどうしたいのどうなりたいのって言われた時に 将来どうしたいのって言われた時に、私が答えたのを覚えてるんですが、今のまんまお給料をもらえてて、ね、ママたちと子どもたちと普通にこう生活ができていればいいっていう感じでね、夢をね、もう鍵消してたんですね、直感降りてこないモードだったんですが、それでしばらくこう過ごしていて、このままだと本当にこうずっと低迷期間だというので、どうなりたいのか、どうなりたいのか、どうしていきたいのかっていうのをずっとこう考えていくことによって、えっと、朝ですね、朝そこを。 イメージしていくと、どん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 こう直感が出てきたんですね。なので直感の方が、ちょ方も訓練できるというか、自分で練習でこうつなげていくことができるんですね。っていうのがあります。ではまた共有の続きに入ります。で、ここから開花の話なんですが、私直感型だからとかですね、俺には全然発想はかないんだけど、みたいにっていうのではなくて、どういうことか。 っていうと両方同時に存在しますとでそれを時と場合によって使い分けると人に説明する前にピンとくるところは直感でくるけどいろんな層の方々に多くの方々に伝わるのにはこのなんとなくとか気分みたいなんじゃなくてこれこれこういうことになってるからこうですよっていうふうに説明できる両方の頭脳を作れるということなんですね。で 直感派でやってしまいがちなのが、思いついたらそのまま突っ発してしまうと。で、周りからなんか人が離れてしまう時もあると。なんかいつも思いつきでやってるよねみたいな感じですね。で、論理派の人でやりがちなところはですね、この公爵ばっかりで、今までこうだったからとか、周りの意見にこうとらわれてですね、新しい世界に進めないと。えー、この後半はですね、後者はかつての私です。10年前、13年前の私はもうめちゃめちゃこれですね。 あのー、理屈で、今までこうだったから周りがこうだから、だからい,やい,やいけないよ、無理だよっていうふうにやってたんですね、新しい世界進まない方向です。で、えー、それを両方いいとこ取りをしてあげる。っていうのは、直感で新しいアイデアとかですね、ストーリーで多くの人に感動を与えていくと、それプラス論理で多くの人に説明できる力を両方つけられると。 でこれからの時代は両方必要で、で自分でこの両方をですね、こう必ず開いていきます。脳がつなが,、ね、がってきます。でこの部分は、脳の回路だから、使えば使うほど回路がつながってきます,なんです、ね。だから直感しかないんだけどっていう人も、この論理的なところもちゃんと練習できます。 でここはアメリカの国立衛生研究所のエヴァメッセイ博士ですね、所長さんです、その人がですね、おっしゃってるんですけども、脳みそ、脳神経細胞は、あの20過ぎたら終わりよ成長は終わりだよじゃなくて、死ぬまで脳の再生、ニューロンが増え続けると、それはどういう時かっていうと、ですね、学びたいとか、変わりたいとか、成長したいという気持ちとか、感情面とか精神面、スピリチュアルな,スピリチュアルな面で成熟したいと。 いう気持ちに応えてくれて脳がどんどん進化しますと言うんですね。なのでもう年だからだめだよじゃなくてもう40だしとかってんじゃなくてどん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 こう進化していく。それは自分が学びたいとどんどん成長したいという気持ちに応えてくれるというところなんですね。でそしたらどうしようとやり方はですね直感いつもあダウンロードピンときたなんかアイデア超湧けど人に説明できないという人は どういう言葉がけをしてあげればいいか、人に説明できるようにするにはどうすればいいかっていうと、より多くの人に伝わるにはどういうふうにすればいいかなと、これ私も今結構意識してですね、こうどっちかっていうと仏教に寄りすぎたりとかになってしまうので、より多くの人たちに伝わるにはその反対側を考えてあげるとか、あと私が言われ,の言われているのは、ニュースピックスのコメンテーターの人をですね、 ピッカーの人たちこう、あのー、の言ってることが、右も左も両方言ってこうだよねってこう伝えてるから、右も左も両方ね、あのー、考えるということをですね、今練習してます。あと、論理派の人、説明ばっかりでね、あのー、直感アイデアが来ないと。アイデア全然わかんない。自分がどうしたらいいかわかんないと。で、いろんな勉強してるんだけど、自分がどうして言ったらいいかわかんない。その人向けのですね、言葉がけ、直感を増やすための言葉がけは、 私だったら何ができるだろうですね。学んで、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 なかなかアイデアが降りてこないとの人が、私だったら何ができるかなっていう言葉分けをすると、どん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 この直感、自分のアイデアが出てきます。という形です。ということで、まとめると、直感と論理は同時に存在し、同時に回路が進んで、で、スピードが違うと、スピード処理が違います。で、アイデアをダウンロードして、 人に伝わるように説明できますということですね。だから私もこの会花のデーセミナー中とかトレーナーさんとやりとりしている時とかあのあとなんていうのかなトレーナーさんの感謝業を読んで返信する時に読みながらピーって映像とかそのゼロポイントフィールド側のその方の未来像っていうんですかねそこを見ながらそれが直感なんですよ。 直感で,で、より伝わるように開花ワードというか量子力学ワード素粒子ゼロポイント側からどうなっている素粒子がどうなっていてこの振動数がどうなっているからっていうところを論理的にこう説明するっていうのをやっぱり瞬時にだんだんとやりながらこの人にはこのジャンルの話が伝わるな医療系の人にはこういう例えが伝わるなこの人は子供がこうだからこういう説明が伝わるなっていうのを考えながらだんと言って返信が5分ぐらいですねっていうふうに 降り,てき降りてきて状況判断してその人にふさわしいものを説明していくっていう形があと生徒に対しても塾の生徒に対しても数学を解きながらピンとひらめいて降りてきたやつをその子に分かるレベルまでこう説明を落としていくその人にふさわしいように広げていって本人に伝わってなかったのもっと例え話を考えてどうやったら伝わるかなっていうのを瞬時にやっぱりやってるですねいうふうにするとよりこう伝わってくると。だから 人に説明が伝わらないのは自分の幅がまだ狭いからなんですね。それは私いつも心がけていて、相手がうーんって首腰、あの、かしげたら、私のまだ、あの、説明の幅が狭いんですよ。いかにこう広げるか引き広げるかっていうふうにして、よりこうわかりやすく説明していく、ですね。いうことをですね、えー、みんなで一緒にやっていきたいと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さなだ